慶州をめぐる五色の衝突は露宿の取りなしでどうにか収まった。その過労のせいか露宿は体調を崩し、工事を呂蒙と陸遜に託す。この頃漢中をめぐって蜀と魏が衝突。呉はその隙をついて合肥攻略にかかった。だが長領に惨敗し、さらには樹種公への侵攻を許してしまう。一方帝軍山で大勝した蜀は漢中より魏軍を追い出すことに成功。時代の追い風は蜀に吹いていた。そんな折館で静養していた露宿のもとに急報が届く。失礼します、露宿殿。介入されたという話は本当だったんですね。おお、陸遜、おかげさまでな。海外しい医者たちに軟禁されていたせいで体はなまって仕方がない。ところで今はお前の方が随分と青い顔をしているようだが、慶州で何かあったか？はい、先ほど呂蒙殿が関羽討伐のために出陣されました。やはり避けられなかったか。申し訳ありません。療養の間私にお任せくださったのに。いや、難しい情勢の中でお前はよくやってくれた。関羽の討伐は殿が言い出したことか？それが義にそそのかされたようなのです。慶州の関羽を除くことは魏と呉の両国にとって利になると。くっ、蜀への悪感情を利用されたか。魏の狙いは五色の中を裂き共倒れさせることだ。ええ、定義に厚い劉備のことです。関羽を背後から撃ったとなれば、その憎悪は魏ではなく我らに向けられるでしょうね。その前に何としてでも呂蒙を止めねばな。陸遜、知らせてくれて助かったぞ。露宿殿、どちらへ？まさか。ああ、繁盛だ。関羽討伐を止める。多少手荒な方法になるだろうがな。お待ちください。皆に刃を向けるということですか？それでは露宿殿が裏切り者に。だとしてもだ、孫悟の未来をつなぐにはそれしかない。わかりました、私も共に行かせてください。俺の無茶に付き合わせてすまんが、お前がいれば心強い。よし、行くぞ陸遜。はい、同盟が破れれば孫悟に未来はない。裏切り者とそしられようと皆を止めねば。関羽の子らも窮地にあるようです。急いで救援しましょう。
諸軍の方がお見えです。何でもロシク様の力になりたいと。おう、協力に感謝する。では一足先に関羽の救援に向かってくれ。今こそ意地を貫く時、自分たちの分を敵に見せつけるぞ。情けない。仲間に刃を向けるのは辛いものだな。だが孫悟の未来をつながなくては。救援感謝いたします。状況を確認しなければ。観光殿の周りだけが燃えています。きっと何か仕掛けが。やはり櫓や柵に火種が仕込まれています。破壊して消し止めましょう。仕方ない。俺も全力で行かせてもらう。
戻らねば。 拙者も軍神の子、ここは引けぬ。 防御体制を取るのだ。 守りを固めておくぞ。守りを固めておくぞ。
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。備えたはずが、不甲斐ない。相手を安く見積もりすぎていたか。終わりよければ全てよし。よし、拙者たちの手で決着をつけよう。
花は散るが定め、愛しき孫悟のため恩師を討つ。怪我をした人は下がってください。敵は私が食い止めます。してやられたか。なすべきことをなせず引くとは。
のですか。職に就くというなら容赦はしませんぞ。待て、俺の話を。聞く耳持たすか。仕方がない、力ずくで止めさせてもらうぞ。どうしてもカンフは歌ってんと。らしくたら、なぜそこまで職の味方を。ロシク、なぜお前が我らを裏切り、カウの味方をする。ここでカウを撃たせるわけにはいかないからです。ロシク殿、リクソン、お前もここで何をしている。私は、ロシク、今一度問おう。お前は裏切り者なのか。その汚名を切ることに何のためらいもありません。それで孫悟の未来を守れるならば。何だと。今カウンを撃てば、その未来に刺した光明を失うことになるからです。ヒは我らに休戦だけでなく諸国への攻撃を求めました。ここに彼らの思惑が潜んでいます。義は我らを相争わせて疲弊させ、その後滅ぼすつもりなのです。今や義にとって五色の同盟は策を弄して瓦解させんとするほどの脅威。すでに我らは義に対して拮抗しうる力がある。それを手放してはならんのです。私は義がこれ以上呉を脅かすことがないのなら、無理に義と戦う必要はない、そう考えた。だがお前は呉の未来に義と共に歩む道はないと言いたいのだな。その通りです。どうかここは撤退を。分かった、兵を引こう。殿、今からでは遅いかもしれんが、また食との橋渡しを頼めるか。ロシク。はThank you.
邪魔するぞ、ロシク。随分と暇そうだな。これは殿。ええ、まあ療養に続いての自宅謹慎で休み癖がつきそうです。理由はどうあれ、全軍を導くはずのトトクが派手な騒ぎを起こしたからだ。一応周囲に示しはつけねばならん。申し訳ありません。それで殿がここへ来られたということは、外で何か動きがあったのですかな。まあ、魏が樹脂港へ進軍した。約を破った我らに対する報復だろう。向こうの先方は長領だ。我が軍にはその名を聞いただけで震え出す者がいるありさまでな。なるほど。先の合肥での敗戦は聞いています。手を打たねば士気を保つのは難しいでしょうな。その通りだ。だからお前を呼びに来た。今をもって謹慎を解く。またお前の力を貸してくれ。お任せを。大義に有用な施策を披露しましょう。偵察部隊が帰ってきました。樹脂港は魏の大軍で埋め尽くされているとのこと。また前情報通り敵先方は長領のようです。魏め、本格的に孫武を潰しに来たか。長江南岸への侵攻を許せば権業はひとたまりもない。そういえば長領の対処については、ロシク殿に秘策があると聞いているのですが。そう焦るな、時期にわかると。そう言っているうちに来たようだな。な、関羽、まさかロシク殿の秘策というのは。同盟国が窮地にあると聞き助太刀に参った。ロシク殿、繁盛での恩義ここでお返しいたそう。非力ですが私たちがお手伝いしますね。長領は関羽の軍に食い止めてもらう。他の防衛地点についても諸の協力を取り付けた。その間に我ら五軍が敵本陣を叩く。さあ行くぞ、五色の力、奴らに見せつけてやるとしよう。